皆さんこんにちは。 V シネマの帝王といえば俳優の相川翔さんを思い浮かべる人も多いと思います。多趣味で知られていることも有名ですが、私生活についても話題に上がることがあります。今回は相川翔さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。相川翔さんの奥様である青地久美さんは綺麗な方でとても整った顔をした元俳優です。見た目が派手でありイケイケだからなのか、薬物問題で逮捕間近などというとんでもない噂が流れています。ここ最近芸能人の薬物乱用事件が目立っているのも要因ではないかと考えられます。夫婦揃って薬物疑惑があるという噂もありますが、全く問題ないでしょう。相川翔さんと青地久美さんは見た目こそ怖いところがありますが、硬派であることで有名です。曲がったことはしないと確信しています。これらの薬物問題に関する噂は全くのデタラメであると言ってよいでしょう。さてここで相川翔さんと青地久美さんのことについて少し紹介したいと思います。相川翔さんは本名を福地家広と言い、1961年5月24日生まれ、徳島県徳島市の出身です。父親は海上自衛隊の幹部自衛官で当時パイロットを務めており、勤務地は転々していました。1967年父親が搭乗していた航空機が訓練中に他の航空機と接触し墜落し、これにより相川翔さんが5歳の時に他界しています。この後は母親の実家で暮らし、専門学校まで無事に卒業しました。高校時代は体育教師を目指していた相川翔さん、願書を出し忘れてしまい諦めて違う道へ進みました。専門学校時代はアルバイトで雑誌ポップティーンのライターをしていたそうです。1984年路上パフォーマンス集団劇団一世風靡に所属し、一世風靡セピアのメンバーになります。シングル曲全路道の上よりでレコードデビューを果たします。さらに演技力を見込まれて V シネマや映画の主役に抜擢され、 V シネマの帝王と呼ばれるまでになりました。2004年の映画ゼブラーマンは主演作100本目となったことで話題になりました。2005年には日本アカデミー賞で優秀主演男優賞を受賞しています。相川翔さんと奥様の青地久美さんが出会ったのは1994年元横綱の武蔵丸さんの昇進パーティーでの会場でした。招待された相川翔さんは矢沢永吉さんの奥さんと一緒にいた奥さんの友達である青地久美さんに一目惚れしたのだといいます。スタイルが良くて美人であった青地久美さんに一目で恋に落ちて交際を申し込んだのだそうです。青地久美さんは元ミスユニバース北海道代表でした。細身ですらっと伸びた手足に整った顔、誰もが見とれる美人でした。青地久美さんは俳優やタレントとして活動するもあまり人気が出なかったようです。そんな過去を持つ青地久美さんは相川翔さんと知り合って1年後の1995年に結婚しました。青地久美さんは3度目の結婚でした。1度目の結婚相手の情報はありませんでした。2度目の結婚相手は人気音楽ディレクタープロデューサーの多賀秀則さんです。18歳の年の差婚だったようです。小倉圭さんや井上陽水さんの作品を手掛けたことがあり、マルコポーロの冒険、うるせえやつら、メゾン一国、ランマ2分の1、銀河英雄伝説などのアニメ、飛んだカップルなどのテレビドラマの音楽も手掛けました。この多賀秀則さんとの間に3人の子供を授かったようです。あまり情報がないので正確かどうか分かりませんが、長女、長男、次男のようです。2人の離婚原因などは分かっていません。多賀秀則さんの方があまり家庭を大事にしないタイプだったのかと勝手に想像しますが、本当のところは当事者にしか分からないでしょう。しかし子供を3人授かっている事実からしても結婚生活は順調だったのではないかと少し疑問が残ります。ただ2度の離婚を乗り越え今はとても幸せそうです。笑ってこらえてに出演した際、相川翔も強いけど私の方が強いと述べていました。さて V シネマのイメージも強いですが、カブトムシ愛も同じくらい熱い相川翔さん。以前 TBS で放送された番組名医のザ太鼓判において、
奥様の青地久美さんと一緒に受けた人間ドックの結果が放送されました。奥様の青地久美さんは女性の平均寿命87歳まで生きるという診断だった一方、相川翔さんは余命11年との診断が下されました。原因は肺に穴が開いているというものでした。1日に15から20本のタバコを吸っている相川翔さん、肺が3箇所も溶け出しており COPD と告げられました。これにより考えられる症状として2つ考えられるそうです。1つ目は心筋梗塞の可能性です。悪玉コレステロール値が高く動脈硬化などの恐れがあるとのことでした。2つ目は筋力低下の可能性です。運動不足のため足の筋力が現在70歳相当だとの診断でした。また大腸に6ミリのポリープが見つかっていました。これは奥様の青地久美さんにも発覚しており、時間が経つと癌になる可能性があるので緊急切除手術を行いました。番組では余命宣告といっても検査結果を放置し生活を続けた最悪の場合の年数と補足しています。しかし早期に発見できたことはとても素晴らしいことです。2022年10月7日に俳優の柳葉敏郎さんが配信された勝俣邦一さんの YouTube チャンネル勝俣かチャンネルにゲスト出演しました。そこで相川翔さんとのお正月大乱闘事件について振り返っていました。動画は勝俣邦一さんが一世風靡セピア時代の武勇伝を掘り起こす企画でした。勝俣邦一さんによると当時柳葉敏郎さんの誕生日祝いも兼ねて正月になると柳葉邸にメンバーが集まり宴会をしていたといいます。そこで相川翔さんと柳葉敏郎さんが1対1でトランプをやっていた時のことでした。柳葉敏郎さんが来客の対応のために中座しましたが、相川翔さんは男と男の勝負だと正座をして待っていたそうです。しかし5分経っても10分経っても戻ってこず、お前この勝負なんだと思ってるんだと相川翔さんがブチギレて大喧嘩になったといいます。この話題をぶつけられた柳葉敏郎さんは、まあ簡単に言うとそうなんだけどと大筋で認めたのです。その上でその時入ってきたお客さんは翔ちゃんの妹さんなんだよと語ります。柳葉敏郎さんのスタッフとも仲良くしており、自身の誕生日でもあるからちょっと行くわと言って10分ぐらい中座したのだそうです。揉め事の原因がたかがカードゲームだったことにやはり納得いかない様子でした。さらに勝俣邦一さんは団長の平賀正臣さんから、俺が止めるしかないからテレビを持ち上げて止めようとしたと聞いたそうです。そして団長がテレビ持ち上げても止まらないから出刃包丁を取りに行って止めたってと柳葉敏郎さんに真意を尋ねていました。すると柳葉敏郎さんは、あったかもしんねえと目を見開き、自らの若気の至りに苦笑していました。いかがだったでしょうか。相川翔さんの私生活を中心に深掘りしてきました。 V シネマで活躍し人気を集めたことで近年はドラマや映画の出演が多くなりました。また多趣味であることから趣味についての番組出演なども見られるようになっています。相川翔さんも青地久美さんも60歳を超えました。子供5人に今では3人の孫たちにも恵まれており、これからますます元気にパワフルに活躍してほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。